ノーマン・ロックウェルの会が、欠乏からの自由十分な生活水準を保持する、権利とは、基本的人権の一つである。1948年12月10日に、国連総会で採択された、世界人権宣言第25条第1項で、次のように規定されている。Everyone has the right to, a standard of living adequate for health and well. being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical, care and necessary social service, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of lively food in circumstances beyond his control, article 25.1 of the universal, デクラレーションオブヒューマンライズ日本語を訳すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、事故及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。世界人権宣言第25条第1項さらに、 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第11条にも規定されている。この権利はアメリカ合衆国大統領フランクリン D ・ルーズベルトが1941年1月6日の一般教書演説で発言した4つの自由のうちの一つ、欠望からの自由を前進とするものである。ルーズベルトはこれは世界中の あらゆる人間が持つべき権利であると述べた。ルーズベルトは演説の中で、欠望からの自由について、次のように述べている。The shard is freedom from g o n t which, t o l e l a t e d into world terms, means economic understandings which will secure, to every nation a healthy peace time, life for its inhabitants, everywhere in the world, president Franklin D. Roosevelt, ジャニュアリー6、1941日本語訳第3は世界のあらゆるところにおける欠望からの自由です。わかりやすく言えばすべての国がその国民に対し健全で平穏な生活を確保するための経済的理解を意味します。1941年1月6日の連邦議会でのフランクリン D ・ルーズベルトの演説より抜粋。ありがとうございます。